住野江区、住野江区は、大阪市を構成する二十四行政区のうちの一つ。大阪市の南西に位置する行政区である。九百七十四年七月二十二日に、住吉区から西部を分離して成立した。現行の大阪市二十四区のうちでは最も広い面積を有する。上町大地の西側に広がり、平坦な地形となっている。古代は、 地域の大半が海だったが、大阪湾の駐石活動によりソスが形成され、陸地化が進んでいったと考えられる。古代の海岸線は、現在の半海電気軌動半海線付近、中世の海岸線は、現在の阪神高速15号堺線付近と考えられている。江戸時代の新田開発、明治時代以降の埋め立てによって、現在の陸地が形成されている。区の名称は、 古代から付近一帯が墨の絵と呼ばれていたことに由来する。古事記、日本書記、万葉集など、古代の文章や和歌ではこの地は墨の絵、墨吉、清江などと記され、いずれも墨の絵と読ませている。現代の地理では墨絵、墨吉、墨の絵は異なる地域を指し、また清江は墨の絵区内の小学校の名称として採用されているが、 語源としては同一の地名を由来としていることになる。なお、住野駅の区名は原住野駅発足以前にも、1925年の西成区新設の際に区名候補として、また1943年の住吉区、安倍の区、東住吉区の分区の際に原住吉区の区名候補として、それぞれ検討されたことがあるが、いずれも実現しなかった。また、分区の際には、 西住吉区などが候補に上がっていたが、すでに住之江の名称が住之江公園や住之江協定場などで使われてたことでなお知られていたこともあり、協議の結果、住之江区と決定した。古代中世には原区域の大半は海で住吉浦、四季、津浦などと呼ばれる海原が広がり、南北に海浜が伸びていたと考えられている。室町時代末期には、 神町が一条にある熊野街道に代わり、紀州街道が主要街道となった。これにより小浜や足立、安立町が街道筋として発達することになった。江戸時代後期には、神殿開発が進み、むね十三軒堀川、現在の阪神高速十五号境線伊勢に、北島神殿、加賀谷神殿などの神殿が形成されていった。この地で、 神殿開発が進んだ背景として、大和川の付け替え工事1704年によって、川が流す土砂の堆積が進んだことで、新田開発に有利に働いたことが挙げられる。明治時代の町村政志向により、原住野江区の区域には、住吉郡住野江村、直津村、安立町、住吉村と西成郡、小浜村が成立した。の村は、浜口村、 現在の浜口付近、島村、現在の住之江付近と、現住吉区域の殿の辻村、沢野口村、織尾野村、南浜口村、長尾町が合併して成立した。敷津村は南輝神殿、北輝神殿、村上神殿、北島神殿,神殿、柴谷神殿、桜井神殿、緑木、新田、昭左衛門神殿が合併して成立した。 江戸時代後期の神殿開発前、この地付近の海が四季津浦と呼ばれていたことから、四季津浦の尊名となった。安律町は安律町と七、道両村が合併して成立した。七道両村は大和川の付け替えにより分断された、住吉郡七道村の内大和川北の部分にあたる七道村南部は町村制で大鳥郡、向井村となり、 現在の堺市堺区。住吉村は大半が現在の住吉区北西部と安倍の区南西部の区域に当たるが現在の住吉公園周辺も住吉村に属していた。小浜村は中在家、今在家の2村が合併して成立した。中世までは小浜村として一つの村だったが、1453年の火災による移住で二つの村に分かれた。 しかし村の境界が工作するなどしていたため1886年に合併して小浜村となり、町村制でもそのまま小浜村となった。明治時代後期より大正時代頃にかけ、南海鉄道の沿線にあたる小浜や安立など、現在の区東部に相当する地域では、市街地化、人口の増加が進んだ。また北加賀谷付近は、明治時代後期頃までは農村だったが、 第一次世界大戦、1914年を契機に、木津川筋に造船所が進出し、これに伴って、住宅地、工業地帯へと変化していった。大阪市の第二次市企画庁により、1925年に、原区域にあたる町村が、大阪市に編入された。大阪市編入の際、当初案では、西成郡今宮町、玉出町、つもり村、 小浜村と東成郡時期、津村、住之江村、安立町、宇津津の住之江区と西成区の大半、住吉区南西部に相当で一つの行政区を設置することも検討されたが、最終的には旧住吉郡の全町村に東成郡天王寺村を加えた形で住吉区が設置された。一方で小浜村は西成区に属している。 大阪市編入の際の新町名については、原則として、旧町村時代の大技をそのまま引き継いだが、例外として、旧住之江村島は、住吉区住之江町に改称された。旧小浜村は、全域が西成区小浜町となったが、2年後の1927年に四町への再分化が実施されている。町名については、その後、土地区画整理などにより再分化。 複雑化していった。1943年には大阪市の行政区協会見直しが行われた。住吉区は住吉、安倍の東住吉の3行政区に分離したが、原住の駅区は住吉区に属した。この時に小浜を西成区から住吉区に編入している。現在の平林は明治時代以降埋め立て、開発が進んだ地域である。 平林は太平洋戦争中には公社法人地などとして使用されたが、1950年代以降大正区小林から移転される形で諸牧場として再生された。製材業者は大正時代以降大正区に集中していたが、地盤沈下や大正内構造成などに伴う大替地として平林が選ばれ、製材業者が移転している。区の西部のについては、 昭和初期より開発計画が始まった。大正区船町にあった木津川飛行場の代替として南港に国際空港を建設する計画もあったが、計画は中止されている。現在の南港東の南東部まで埋め立て造成が進んだ時点で太平洋戦争による中断が入った。1958年より埋め立て開発が再開され、1980年代までに 完成した。南港、サキス内のニュータウン、南港ポートタウンについては、1977年11月より入居が開始されている。区南部の北島地区は1960年代まで、農地で金時人参の畑が広がっていた。しかし当時の都市化の動きや、隣接する平林や南港の開発を背景に、1966年に都市計画が決定した。 都市計画は1970年に着工し、北島地区は宅地へと変化していった。1974年7月22日に、住吉区から西部を分離して、住野駅が発足した。細江川、細井川以北は南海本線を、細江川以南は半海電気軌動半海線を区の境界とした。住野駅発足と同時に南港地区を除く全域で、 住居表示を実施した。大半は、旧来の地名を活かして、町名を設定したが、この時に、旧来の鎌口町、現在の平林北、平林南、昭在門町、現在の西加賀谷、駅木町、現在の西、加賀谷の町名が消え、また従来の南加賀谷町の一部と北島町の一部で、新たに泉の町名を設定している。また、 南高地区は1982年に住居表示を実施した。大阪市編入前、大阪市編入以降、住野駅発足以降、都線については、大阪市の公営都線を参照。区内には、大学2校、私立2校、高等学校3校、公立2校、私立1校、小中一貫校1校、公立1校、中学校7校、公立6校、 私立1校、小学校14校、公立13校、私立1校、特別支援学校1校、公立1校などがある。大学はいずれも南高地区に、総合大学、森の宮医療大学の2大学が設置されている。総合大学は1983年に現在地に移転し、また森の宮医療大学は2007年に開学した。 かつて総合大学と同じ敷地内に総合女子短期大学が設置されていた。しかし、総合大学人間発達学部に改祖する形で学生募集を停止し、2007年3月に閉校した。高等学校は、区内に大阪市立住吉商業高等学校、大阪府立高難造形高等学校、 旧高南高等学校と私立の混合学園高等学校が設置されている。大阪市立住吉商業高等学校は1940年、大阪市立住吉商業学校として、住吉区南香谷町、住の江区岬崎の現在地に設置された。学生改革により1948年に新生商業高等学校となった。太平洋戦争終戦直後の一時期は、 南区に移転していたが、1952年に、現在地に校舎を復帰している。大阪府立高南造形高等学校は、普通科と造形系学科を併設する、全日制高校、大阪府立高内高等学校として1984年に開校した。2003年度に造形系の専門高等学校に改変し、現在の公明に改称している。 金剛学園はかつて、西成区に校舎があったが、何は筋の延伸に伴い同校敷地が道路予定地となったため、2007年9月に南高地区に移転した。1977年に開校した大阪府立、住之江高等学校、全日制普通科は、クリエイティブスクール、田部生単位制の大阪府立先須高等学校へ改編された後、 2018年3月末をもって並行した。児童数の減少により、小学校と中学校の統廃合による再編が検討された結果、2018年4月1日に、南高緑、南高渚両小学校と南高南中学校を統合し、南高南中学校敷地で、大阪市立南高南小学校、番市立南高南中学校、先、 島南小中一貫校が開校した。中学校は、大阪市立の住吉第一中学校、加賀谷中学校、住之江中学校、二北東中学校、南高北中学校、増見中学校と、市立の混合学園中学校が設置されている。1947年の学生改革で、新生中学校制度が発足した際、 当時の住吉区に4中学校が設置された。うち現在の住の駅域には、住吉第一中学校、住吉第二中学校、のち大阪市立、南両中学校の2校が設置れた。住吉第一中学校は、高等科のみを設置していた、旧西西小浜国民学校の敷地を転用し、現在地に設置された。 また南両中学校は小浜小学校内に仮校舎を設置して開校し、住吉商業高等学校に仮校舎を移転した後、住吉区三崎町2丁目、現在の住野区三崎4丁目に独立校舎を構えた。地域の生徒数が増加したため、1953年に住吉第一中学校より、加賀谷中学校を分離した。 さらに1960年代以降の区南部での住宅開発で生徒が急増したことに伴い、1973年には南両中学校から住野江中学校が分離開校し、さらに3年後の1976年には住野江中学校から新北島中学校が分離開校している。南高地区ではポートタウンの街づくりの進展に伴い、南高北。 1977年、南港南、1983年の2中学校が新設された。1993年には、南両中学校と加賀谷中学校の校区を再編する形で、三崎二丁目に、マスミ中学校を新設した。これに伴い南両中学校は廃校となっている。小学校は、区内に大阪市立の小浜小学校。 安立小学校、四季、津浦小学校、香谷小学校、住吉川小学校、北、小浜小学校、住之江小学校、平林小学校、香谷東小学校、二北東小学校、南光光小学校、南光桜小学校、清江小学校と、私立の混合学園小学校の14校が設置されている。 1872年の学生発布を受け、現住の役域ではいずれも1874年、住吉郡北島神殿、西成郡今、在家村、中在家村に小学校が設置された。北島神殿の小学校は、現在の四季、通ら小学校にあたる。また今在家、中在家の学校は1877年に合併し、現在の小浜小学校となった。 安立町では、住野江村、住吉村と連合で小学校、現在の住野江小学校を設置していたが、1910年に町独自の小学校として安立小学校が開校した。木津川筋の造船業の発展を背景に、北加賀谷付近の人口が増加したため、1918年に現在の加賀谷小学校が開校している。 1947年の学生改革により、原区域で和小浜、安立、四季、津浦、加賀谷の4小学校が発足した。1950年には、加賀谷小学校の過密化対策として文校が設置され、文校は1953年に独立して、住吉川小学校となった。さらに1960年代から1970年代に、 かけては、地域の宅地化が進んだことで既存校が過密化したため、北、小浜小学校、住野江小学校、1965年、平林小学校、1971年、加賀谷東小学校、1972年、に北東小学校、1976年が、次々と開校している。また、1977年に入居を開始した。 南高ポートタウン地区では、南高光,光、1977年、南高緑、1980年、南高桜、1981年、南高渚、さ、1982年の4小学校が開校している。住之江小学校は1995年、南両中学校跡の現在地に移転している。2000年には、住之江、 安立の両小学校の校区を再編し、旧住野江小学校後に、清江小学校が開校した。区内には、知的障害児対象の特別支援学校として、大阪府立住野江支援学校が設置されている。同校は1978年に開校し、初等部、中等部、高等部を設置する。南高北一丁目に、大阪エンタテインメントデザイン専門学校が、 設置されている2014年開校。かつて東加賀屋一丁目に大阪市立住吉看護専門学校が設置されていたが1996年に宮古島区に移転している2009年閉校。また、かつて北加賀屋一丁目に日本写真映像専門学校があったが2007年に東住吉区屋田に移転している。各種学校は区内に 南大阪朝鮮初級学校、北加賀一丁目が設置されている。南大阪朝鮮初級学校は、前進校が1946年に、西成区などに設置された後、東廃校などの変遷を経て1968年に、現在地に創立している。公立、私立。1メートルあたり、平成16年7月1日現在、国土交通省、 平成16年9月21日発表を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。